ココスプレートに凝った青色が、ココスプレートココスプレートは、太平洋東部の緯度地域北半球部分の海底の近く及びマントル神型のリソースフェアを形成する海洋プレートである。北アメリカプレートに沈み込んでいたファラロンプレートは、次第に海嶺ごと北アメリカプレートに沈み込み、見かけ上複数のプレートに分裂していった。3000万年前には、 ゴルダプレートとココスプレートに分裂し、ココスプレートもココスカイレイの活動が始まったことで、南側がナスカプレートとして分離した。現在はゴルダプレートの大部分は沈み込んでしまい、ファンデフカプレートと呼ばれている。また、ココスプレートの北部がリベラプレートとして分離した。ココスプレートも多くが沈み込んでおり、数千万年後には完全に 北アメリカプレートの下に沈み込むと考えられている。中米のメキシコ南部からコスタリカにかけての太平洋岸では、ココスプレートが太平洋プレートに沈み込んでいて、中央アメリカ海溝を形成している。パナマコスタリカ国境地帯の沖からガラパゴス諸島まで、またガラパゴス諸島から成形105度付近まで真にに、それぞれ直線的に海嶺やトランスフォーム断層が、 走っている。これらをまとめてココス海嶺と呼んでおり、ココスプレートとナスカプレートがお互いに南北方向に少しずつ広がっている。成型105度、北緯2度付近から北方向にも海嶺が走っている。これは東太平洋海嶺で太平洋プレートとの境界である。カリフォルニア湾の湾口付近にはリベラプレートという小さなプレートがあり、 これはごく狭い部分でココスプレートと衝突している。また、成形105度、北緯2度付近にはガラパゴスプレートという非常に小さなプレートがあり、これもココスプレートと接している。ありがとうございます。